NMB48 プレゼンツナンバーショット。皆さんこんにちは、 NMB48 チーム N の春子と木下春菜です。それでは今月のゲストの皆さんに登場していただきましょう。こちらの皆さんです。イエーイ。はい、 NMB48 チーム N の金吉こと門脇佳菜子です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、 NMB48 チーム M のゆいぽんこと高野ゆいです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、 NMB48 チーム M の村瀬沙耶です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでですね、6月はこのメンバーで4週にわたり元気にお届けしたいと思います。はい。さて今週はゆいぽん、サイピーも来てくれているのでね、はいはい、NMB48 の新チーム、はい、チーム M について聞いていきたいと思います。はいはい、今誰って言った？ゆいぽんとサイピーも来てくれているので新チーム、かなこもいます。かなこは N や。新しくできたやっぱ M の話も聞きたい。そうよね、そう。私もごめんなさい、ごめんなさい、はい、今テンポよく言っとって。ごめんごめん、なんかかまんとテンポよく言っとって。そうやな、さっきまでちょっと噛んどったもんね。そうや、ちょっとごめんなごめんな、入れへんぞ話に。これな、 M について今日喋りましょう。気を取り直して新チーム M について聞いていきたいと思います。はい、イエーイ。かなこはね、ちょっと待っといてくださいね。ちょっとだけね、はい、次の週ぐらいからちゃんと次の週も、そう、2週間ぐらい待っといてください。 OK。 はい、チーム M はどんなチームなのか、はい、でまず、うん、1期生、2期生の混合チームが大きいと思う。そうやな、初めての。 N は1期生でできているチームやからな。そう、初めはやっぱ先輩やから、うん、こう若干ギクシャクしたり。あ、それはやっぱ、ね、若干あったんですけど、うん、今はもうね、めっちゃ仲いいですよね。お、平和です。平和。ラブ。前はちょっとね、前はでも公演までな、ちょっと時間がな、うん、レッスン時間とかも少なかったりしてたけどな、うん、私たちも2期生の公演してたんで時間が合わないんですよ。そっか、うん、レッスンがバラバラ。ギリギリ。そっか、大変やった。そうやな。で、そう考えたらちょっと N は平和すぎるかなってたまに思う。平和すぎてな。そうな、なんかでも、うん、あの1期生のチーム M の1期生の5人が結構変わってるから、うん、みんな、そう、そうですよね、ちょっと個性が強い。個性が強いレナとかね、木下とかも、まあ、逆にいい感じで。そうやな、個性が強すぎて、うん、あれは私たちでもちょっと手に負えない。そうやな、メンバーやったから、それはそれでちょっと2期生にも放り投げる感じで、うん、もうほったらかしにしたような。授ける授ける気持ちで、もう、はい、こう見守る気持ちでどうぞどうぞ。でもね、仲いいですよ、授けたので。おー、はい、じゃあかなこ、なんか M に質問とかある？ M に何でもいいですか？うん、いいよ。ちょっとチーム M の中でちょっとこの子絡みづらいわっていうメンバーとかおる？ルナとか。あー、ルータンな。ルータンアホやからもうすぐにもう、ね、あれはなんかもう絡みづらいっていうよりかちょっとあの言葉のキャッチボールができてない。あ、できない。会話できないっていう、うん、確かに。あえて2期生の中で選んでくるというっていうね。1期生の中ではいいの？1期生、うん、なんかもう逆になんかちょっとひょいひょいってしてあげたら、あの手のひらに乗せたらもう転がせる。なんかもうレナピョンとか、うん、あの木下ももちゃんとか、うん、もうちょっとあのちょっと褒めたら、うん、ちょっと舞い上がっちゃうもんね。ちょっと褒めて、そうそうそう、ちょっとお茶取ってきてくれへんって言ってもすぐポイッて。そうそうそう、はい、うまいこと操ってますね、1期生を。逆に1期生 の, あのアイリとか。あー、うん、アイリ最近なんかちょっとおかしくなってきて。おかしいですね、アイリも。なんか海賊になりたいって。海賊になりたい。海賊になんねん。どういうこと？言い出したり、いきなりヤーマンとか言うんです。はい、めっちゃ公演前とかにもう意味が分かんない。ヤーマンみたいな言ってんの。なんかちょっとヤンキーになりたいんですかね。ヤンキーにを目指してるみたいな。目指してるアイドルを目指してる。ちょっと、うん、そういう路線で行きたいのかな、うんうん、はい、じゃあ、はい、私たちチーム N をはじめですね、他のチームにここは負けへんでっていうアピールポイントを M の。そうですね、あのやっぱりチームの中で一番若いっていうか新しくできたチームなんです。 AKB さんも SK さんもメンバーですね。だからやっぱフレッシュさはどこのチームにも負けないと思うんですよ。おフレッシュさ、フレッシュなほどね、はい、うん、いいね、爽やかな感じがね。フレッシュさはちょっとなくなってありますよ、あるんですけど。ここだけの話、
春菜とかやっぱり春菜とかやっぱりこのメンバーの中でも最年少やのにちょっと貫禄が出てきてるやんか。違う違う違う ちょっともう違う何やそういうことじゃなくて同い年の春さんと同い年のジョーちゃん同い年ジョーちゃんですよね。そうがもう自分のこと赤ちゃんって呼んでますから、うん、なんか赤ちゃん違う違うなんかジョーはちょっと甘えんぼすぎちゃう私がちょっと落ち着きすぎてるのかな。じゃあだってジョーちゃんなんかな、うん、ファンデーションの型番言えへんやろ。あ色があるんです。ファンデーションの番号が肌に塗るやつね。あるんですよね。あって春のそれを指名すんねやんか。そうファンデーションの103ですって。そうマジですかそれはもうちょっと言えへんやろジョーちゃん。でたまにメイクさんから大物かって言われてそうなんです、まあ、それは置いといてね、はいはい、まあフレッシュさが M にはあるということで ね GMN のファーストステージアイドルの夜明け公演も初日から約1ヶ月経ちましたけども、はいはい、しました。どんな感じ公演の見どころとか。見どころはあの曲がすごい、うん、あの皆さんお客さんと一体感が出る、うん、一体感が出る曲が多いんで、うん、あのすごく楽しいです。最後まで特攻服を着て踊る歌があるんですよ。それこそ愛理ちゃんにはねヤンキーを演じる愛理ちゃんに着こなしてますよ。持ってほんまに刺繍が後ろに入ってたり、うん、どういう刺繍入ってんのあれ。なもう花咲くナンバーみたいな、かっこいい系の文字が刺繍入ってて、うん、でここにもあの文字が一人一人違うズボンなんかスカートみたいなのが刺繍が一人一人違うんですよ、うん、マジ。村上彩香ちゃんは、うん、二度と戻らん青春時代って刺繍入ってますもうねあの学生卒業してるからな。でもあやばーはあやばーでちょっと今、うん、大学生活を楽しむ時期でもあるからな、うん、青春はもう戻らへんけど、戻らへんけど、はい、それはちょっと諦めてほしいよな。でもかっこいいですほんまに。振りもかっこいいから、うん、特攻服がめっちゃかっこいいな。ないもんな N ってなんか。そうやな。特攻服とか人形持ってとかないよな。ないやな。多分アイドルの夜明け公演はなんか小道具が多い。めっちゃ多い。表題曲アイドルの夜明けでは楽器演奏があるそうなんですが。そうなんですよ。ゆいこ何やってんの。は、うん、バストロンボーンっていうのをやってるんですけど。うん、笛？え？トロンボーンです。ラッパ、こういうあラッパラッパ笛みたいな丸いやつね。さっきそれはちょっとバストロンボーンでちょっと違うんですけど似てて、はい、初めて触ったんですよ。初めてなんや。初めて触ったのに一から練習して弾いてます今。おーすごい。サイピーは何やってるの。サイピーはダンスです。あダンス野球じゃないです。ダンス係が4人いるんです。4人います。そうなんだ。得意ダンスが得意な4人ってわけではなく。でもな得意です。ないけど得意よな。得意です。得意よ。得意やで。そう得意とか。サイピめっちゃうまいねんから。めっちゃうまいねん。ごめん。何を勘違いしたんやろ。ごめんな。いやいや。はい。でも Give Me Five ではね、春菜とかの子も演奏大阪十番勝負で初日にやったけど。かなこはキーボーンをやったキーボードのキーボーン、トロンボーンと混じった。トロンボーンと混じった。かなこはあのその Give Me Five で。キーボードのシンセサイザーっていう名前のシンセサイザー、シンセサイザー、シンセサイザーっていうシンセサイザー、そうやってんけど、まずピアノ初やったから赤の子、うん、まず小指が短いんで私小指が私とかなこね小指短いんですよ。そう今二人で、はい、かなこ並べて二人で並べたら、そうでもそんな短くないように見えるんですけど、ユイポンと並べたら、そうそう見てください人と並べたらね全然ちゃう。ずっと指伸ばしとったもん。こうやってな、なんか釣りそうな、なんか伸びひんかなと思うけどな。伸びひんかなって思うけど難しかった。しかもなんかもしかなこが休みとかでアンダーで入るときにかなこのアンダーを春菜がするんやけど、一緒に練習しとって そのキーボードを、はいはい、2人とも指届けてかなこ指届けてチーム M アイドルの夜明け公演、そして3期生の会いたかった公演と、そして私たちチーム N の青春ガールズ公演も引き続き NMB48 シアターで行っていますので、ぜひ皆さん足を運んでみてくださいということで、もうお時間が来てしまいましたが、あれば、はい、次回からはですね、視聴者の皆さんに募集したお題投稿を紹介していきたいと思います。はい、あ自身も出れるよ、なかなか自身も出れるけど、もしかしたら黙って、あー、頑張るわ、ですね、日本語勉強してからまた来ていただきたいかなと。はい、それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。